こんにちは、ムカチャンネルです。エリカバさんのソフビなんですけども、開けます。いいね、この箱の大きさ。もう今回もとてもね、ボリュームな芸術作品が入ってるっていうのがね、わかりますね。よいしょ。おー、いやー、いや、すごい、思ってたやつだ。すごい。ちょっと画面映るかな。ちょっと一回段ボールを置きますね。はい、こちら。やばい、これぐらいね、近くにするともう画面映りきらない感じ。ちょっと画面上に上げよう。よいしょ。あ、これぐらいがちょうどいいな。やばいうわ、すごいね。あ、ハガキが落ちた。はいはいはい、落ちたハガキ。こちら、はい、そう、今日紹介しますソフビは、バイエン怪獣キングスモッグの18期バージョンになります。はい、こちら。じゃあ、いや、いつもハガキね、かっこいいね。キングスモッグ、体長71メートル、体重 2.1 万トン、特徴、標高上のスモッグと毒ガスのハイブリッドな怪獣。ヘッダーポイントを集めようと、私がね、今ね、 1,2,3,4,5,6,7、これで今8ポイントあるので、もうちょっとです。半分ぐらい来ました。15ポイント貯めて、これをねゲットしたいと思います。そして7月の情報がね、書いておりましたよ。新作ジュラ・ダブルンガの予定。あ、これね、ツイッターで見たことある。なんかね、すごいめちゃめちゃかっこいいんですよ。頭が2頭ありまして、プテラノドンみたいなね、恐竜のね、これもね、顔してて、片方がね、ちょっと機械になってるんですよ。まあね、これもね、欲しいな。これもね、当たるといいなと思っております。ヘッダーが今までと違う。ドクロ太郎の怒りになってる。ドクロ太郎怪獣シリーズ、エレガバさん、キングスモッグ18期。開けるのがね、本当にもったいないんですけど、いいわー、なんかいいわー。なんかもうこのままこう寝たい、このまま抱きしめたい、こうわかる。いや、初めてだわ、このね、私の動画で配信しててソフビをハグするっていうの、抱きしめたくなる感情、初めてだわ。やばい、うういや、変態だな。うん、これはね、もうソフビの末期です。じゃあ開封します。よし。うわ、ちょっと匂いかも。いい、ソフビのね、このビニール製の匂い、めっちゃ好きです。はい、いきます。いいでよ、ムカチャンネル。おお、やば、やば、息するのを忘れてしまう。やばい。うわ、これも何から語ってったらいいんだろう、この凄さ。すごいね、すごいね。いや、本当にね、エレガバさんのソフビってほとんどこうボリュームがあって大きいじゃないですか。一番でかいんじゃない？そう思います。ちょっと他のソフビと比べてみましょうか。はい、こちらパッド星人ね、でかさわかるでしょうね、でかいでしょ。はい、そしてこちらミサイルラス1号ね、ミサイルラス1号がまあまあでかかったのよね。それよりもでかい。なんならミサイルラス1号がちょっと小さく思えてくる。すごいね。え、ドクロ太郎は、じゃじゃん。はい、ドクロ太郎と比べると、いや、いいね。うん、でかいからもう戦いがいあるわね、すごい。はい、こちらはね、120体限定で抽選販売されました。いや、今回も当選、本当ありがとうございます。見ての通り、こう、公害というかね、はい、バイエン怪獣というだけに、もう、有毒ガスをね、こう、含んだこの煙の集合体、なんかキノコみたいになってますけども、そういったね、もう集合体の集まりが、このように怪獣になってしまったということで、これね、ミサイルみたいなこの感じで、多分これは煙突ですよね。うん。あ、この足の部分、なんかちょっと造形紹介入っちゃってますけど、これ多分ね、足ね、これね、工場みたいな感じになってますね。で、煙突があって、もく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 となったこの集合体が怪獣となっておると。
またこれも人間のちょっと過ちで生み出してしまった怪獣なのかもわかんないですね。いいな。ブロッコリーみたい。はい、頭。もうね、もう細かいわ。もう、ごめん、何も言えない。もう見てっていう感じ。もくもくしたし、非常にね、もう、細かいの、もう。ね。煙だから、もうその粒子っていうのも、ね、造形も非常に細かい。で、目。顔はね、やっぱり、エレガブさん、独特のこの表情というか、造形ですよね。エレガブさんの顔してます。かわいい。飛び出した目も。稼働しますよ。はい、こんな感じで。稼働して。すごいなぁ。頭もね、このように稼働します。いやー、滑らか。エレガブさんのソフビの稼働、滑らかいつも。うん。そして、両足が稼働します。はい。で、後ろ、尻尾がね、また長いの、これ。ね。ぐるーんとこう、大きく、ね、動きます。成形色はね、こちらの肌色の部分になって、塗装の吹き付けがね、すごいですね。メタリックなね、パープルとかグリーン、ブルー系でね、こう塗装の方が、されておりますね。足はね、こうシルバーとなっておりますね。で、後ろはね、もうこんな感じになってまして、足裏には、こちら、エレガブジャパン、そして、キングスモックと、刻印の方がされております。いや、他にもね、まだまだエレガブさんのソフビ、私その、持ってるんですけど、一番好きだわ。いやいやいや、出るたんびにもうそれが一番だろうって言ってるわけではないですよ、本当に。紹介するごとに、あ、素敵だなっていうのはね、思うんですけども、やっぱこれは一番ではないなっていうのはね、あるんですけども、これはね、やっぱこの迫力と、この造形、色使いも本当に好みだったから、これ一番ね、私今もう、エレガブさんの中でね、好きな作品になっちゃいました。本当にいつももう素敵な作品だな。エレガブさんのね、ソフビの作品を作られる工程がね、こういつもこう流れてて、外にこうずーって並んでね、こう塗装を乾かしているところとか圧巻ですし、やっぱりどうしてもその天候が悪かったりするとね、塗装できなかったりして、今日は作業ができないですとか、本当にね、もう一つ一つデザインから造形、塗装まで、ね、作業って本当もされており、それをね、エレガブファンの方々はもういつもこう楽しみに見てね、それが出荷されましたって言った時に、うわ、ついに来るぞ、ついに来るぞってなって、大きなね、箱が届くわけですよ。それをね、開ける時のドキドキ、で開封した時、そして、ああ、初めてそのソフビをこう抱きかかえて、うわってなった時の、この喜び、そうさせてくれる気持ちがね、本当にもうエレガブさんは大きいです。18機だからね、18体ね、今まで出てるっていうのもね、もうすごい、もう、まあ見たら本当にもうわかりますよね。人気の秘訣がね。7月に発売予定のジュラ・ラブルンガ、もしかしたらね、この大きさを超えてくるんじゃないかなと思います。多分超えるんじゃないかな。なんかその作られている工程を見たら相当でかかったんで、これはもう本当に非常に楽しみです。はい。本日はエレガブさんから梅園怪獣キングスモッグ18機の紹介になりました。この動画が面白い、楽しいと思えたら熱い高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。